演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらマクドナルドのとんかつてりたまとマックストロベリーパイを食べてみたいと思います。こちらはですね、なんかついコメントでリクエストをいただいて、これを食べてほしいというものがありましたので、今回はそれ食べてみたいと思います。でも自分実は普通のてりたまも食べたことないんですよね。なのでとんかつといきなり言われてもどういう風に違うのか、そこはまずわからないので、それを承知の上で見ていただければと思います。もし企画動画とかそっちの方がいいなって思った方は、ぜひ他の YouTuber さんの方動画を見ていただければと思います。でもやっぱり気になりますね、こういうのって。ではまずこちらのとんかつとは、持った感じ結構重量感あるんですよね。とんかつがあるがゆえなのか、それともてりたまはもともとこういうものなのか。はい、なんかこんな感じです。おお、タレがすごいですね。ではおお、醤油のいい香りがします。いただきます。確かにお肉は美味しいけど、元のてりたまを知らないと比較のしようが、元のてりたま食べてたら何かまた違いが感じられたのかな。ストロベリーパイ、こっちはどんな感じなのかな。アップルパイが定番に対して冒険とか言ってましたけど、どんな詰め込みなのか、それはその冒険の方がいかんほどなのか、ぜひ食べてみたいと思います。いただきます。甘酸っぱくて甘くていいですね。でももうちょっと果肉感も欲しいかな。どっちかっていうとジャムっぽい。もう一歩足りないかな。とんかつてりたまはタレの濃厚な甘辛さと卵の食感、あ、そしてお肉の分厚さはよく合っていたんですが、ちょっと衣にタレが染みすぎてて、さ、とんかつっていう感じではなかったですね。ちょっともうちょっとサクッサクッとした部分もあった方がとんかつというイメージが味わえたかなという気がします。まあ最初に言ったように普通のてりたまも食べたことがないので、どうなのかなという部分はあるのですが、自分は美味しかったんですけど、もうちょっととんかつの衣の音も感じたかったなという部分がありましたね。そしてホットアップルパイじゃなくてストロベリーパイです。アップルパイはできないのだろうか、全く何やってるんだ自分は。でホットストロベリーパイですが、こちらのイチゴはどちらかというとジャムに近い感じでしたね。まあアップルパイもそうなんですけど、なのであまり果肉と食感はなくて、純粋にイチゴの甘酸っぱさだけを感じたい人向けですね。ジャムとかが好きな方にはおすすめできます。反対に果肉も感じたいなっていう方にはちょっと物足りないですね。なので総評としては美味しいんですけど、もう一歩何かあるかな、何かできるかなというような部分があったということで、ご質問もこちらの点数とさせていただきます。リクエストをくださって本当にありがとうございます。次はてりたまも食べてみようかな。それでは不服人参り、ロックンロールかな、パンクなので、まあそんな格好で不服人参りしてたら確かに目立ちますよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、リクエストをもっといただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。